古代の福岡を歩くシーズン2。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン2。この番組は宗像市福津市の企画協賛、福岡県商工会連合会、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。那国を歩いています。今週は春日市の那国の丘歴史公園の北にある熊野神社から少し歩いて那国の王様のお墓へ行きます。ご案内は春日市教育委員会文化財課文化財担当係長の中村翔平さんです。この熊野神社は高さが、20メートルぐらいの、ね、小高い丘ですね。そこを今下ってるところなんですけど、はい、そこまっすぐ行ったところに、工房があったという、はい、すごいところですね、ここは。この下ってるこの村中の最中でも、もう目の前に見えてる緩やかに道路が下がっていきますけど、もう例えばここでも亀館が確認されてますし、あるいはお隣のところはちょっと立派なお屋敷がありますけれども、この界隈では買ってですね、やっぱりあちこちでなんか開墾、畑仕事をしたりした時にもですね、銅剣とかですね、銅鉾が出たということが、そうなんですか、たくさんちょっと伝わっております。はい、じゃあこの辺の方はうっかりこう庭作りと言って、ね、掘ったりはできませんね。はい、そうですね、非常に昔ながらの住宅地が広がってますので、建物の基礎自体はそんなに深く入ってないからですね、ほとんど多くのところでですね、まだ弥生時代の、那国の中心地たることを示す遺跡がもう随所にまだ残っているということは言えると思います。はい、その熊野神社から、歩いてそうですね100メーターぐらい来たところに、ここに空間がありまして、これが王墓の、王墓の一角ですね。一角です。はい、そうですね、300坪ぐらいですか。そうですね、はい、ただ、今私どもが、推定している王墓の一つの墓地としての広さは この目の前の空き地の中には収まらなくて、もう少し広がりがあったというふうに考えられています。はい、この空き地の周りに家が建ってますからね。そうですね、はい、だから目の前にある数軒分の家含めて、いわゆる王墓の墓地の範囲だというふうに考えておりますの で、で特にこの空き地のちょっと左寄りのところにですね、もともと先ほど歴史公園の中に移されている大石がもともと座っているのが、ちょうどこの空き地の左寄りのちょうど奥あたりじゃないかなというふうに今考えております。はい、那国の丘歴史公園の中にありました、上蓋ですね、はい、上石ですね、上石、はい、上石があったんじゃないかということですね。はい、ここは今完全な空き地になってまして、雑草がたくさん生えておりますね。でここに埋葬された、王様ですね、はい、王ですね、はい、これはそのいつ頃の。そうですね、はい、実は、この明治時代に発見されたこの王墓にのいろんな情報を行って、研究を進めた一人の立役者ということで、もともと九州大学の医学部の先生だった中山平次郎さんという、博士、医学博士なんですけれども、実は九州の考古学研究の、
支えた初期の研究者の一人なんですね、はい、この中山博士のいろんな明治の応募の発見後のいろんな地元でのまあ聞き取りとか遺物、指導遺物の追跡調査を通じてですね、実はもともとここは墳丘墓だったという可能性を今ちょっと考えてましてですね、はい、今現在この石地応募の一角の石地は、手前のこの道路の高さと変わりがないんですけれども、ね、実は墳丘墓という小高い台状の、お墓のちょうど真上にですね、中心部分に先ほどの上石が乗っかってたというふうに考えています、はい、なるほど。で実はその一つの証拠ではないかなと思ってますのが、この空き地の西側ですね、左手の方のこの道路をちょっと見ていただくといいんですけれども、はい、道路がですね実は途中でですね、鍵型にちょっと曲がっておりまして、曲がってますね、はい、本当だ。この道はですね比較的ここの岡本の村の中では古い道なんですね。あで、西側の先がですね実は右に一旦鍵に、曲がってさらに西側にまたもう一度曲がって西に向かっていく古い道なんですね。あでその鍵型に曲がってるというのは実はこの応募の一角が墳丘墓として、まあ、一段高かったということで、それで、まあ、このお墓の、この高まりをこう迂回するように道路の方をこう曲げているということ、そういうふうにちょっと今考えておりましてですね。そうですか、はい、だからおそらく、まあ、応募が墳丘墓であるとするならばですね、ちょうどこの墳丘墓はおそらく、まあ上から見た状態が、まあ、長方形の形に土壇場の高まりがあったと思いますので、うん、その一つの隅角がそのちょうど道路の屈曲部分に相当するのではないかなというふうに今考えております。あ、はい、そうですか、はい、まあ、鍵部分というか T 字路みたいになってますね。そうですね、まあまあ、クランクの状態ですね。あ、そうですね、はい、ということはまあ、その道路の形状から考えて墳丘墓がここにあったんじゃないか、はい、ということです、ね、墳丘墓の可能性が高いということを言えると思います。はい、でそれで、もう一度質問元へ戻りますが、はい、いつ頃の時代の、そうですね、はい、王様だったんでしょうか。ちょうどですねその中山博士の、まあ、調査研究後いろんな研究者がこの菅岡本遺跡の応募の研究をしておりまして、だいたいこの時期がですね西暦で申し上げますと紀元前後ぐらい、だからまあ0年前後ぐらいの遺跡だろうというのが言われております。ああ、そうですか、はい、それがちょうど、まあ、弥生時代の中期の、まあ、時期に当たるんですけれども、中期でも、まあ、中頃以降の時期に当たるんでしょうけれども、実はこの那国に関しては中国の古い歴史書の中に、五漢書という、はい、聖史がありましてですね、その中に、漢の時代の光武帝という中国の皇帝がですね、はいはい、当時の那国の王様に、印綬を授けたと、はい、印鑑を、まあ、下賜したという記録が残っておりまして、はい、その記録が実は西暦57年という記録が残っております。ね、からちょうどその、印綬をもらった那国の王よりもちょうど半世紀ぐらい前、まあ、数世代前の王だろうというふうに言われております。あ、そうですか、はい、金をね、はい、もらったんですね、はいはい、印なんですね。それは五漢書の記録の中では金印とは書いてなくて、はい、印字を、まあ、授けたという記録になっておりますが、実は江戸時代にやはり発見された現在の福岡市の鹿の島で、はい、金印が発見されておりますね。金印の、まあ、文字が、まあ、漢の和の名の国王というふうに読めるということで、その鹿の島で発見された金印がその、まあ、西暦57年に印綬を授けたという、はい、その印に相当するというふうに今考えられておりますので、金印をもらった王様よりも
まあ、数世代前の王様がここに眠ってるんだというふうに考えられると思います。はい、そういうふうにこう考えを巡らせると、はい、何もないですけども、はい、まあ、なかなか、はい、感慨深いものがありますね。そうですね、ここに王様が眠ってたっていうのはね、はいはい、と同時にですね、実はこの王墓の地点の周囲では、はい、まあ、明治 の、 その発見以降ですね、いろんな、まあ、研究機関が現地で、幾度もちょっと発掘調査しておりまして、で昭和 の、まあ後半から、まあ、平成にかけては今度は、まあ、春日市の教育委員会がそういう、まあ、遺跡の保護のための発掘調査をずっと、まあ、継承してきておりますので、特にこの王墓のですね、西側ですね、はい、西側、その道路のがクランク状に鍵型 に、はい、鍵型に回っているさらにその奥で、発掘調査したときに、まあ、やはり王墓とは別のですね、銅剣とか、矛を持った亀冠墓が、いくつも確認されております。ただ副葬されている内容が非常に、まあ、王の墓から比べると少しランクが落ちるっていうのが明らかですので、まあ、王墓の位置との関係からですね、この王墓の西側で、数々発見された副葬品の持つ亀冠墓はおそらく王を取り巻く近しい人たち、まあ、王族というふうな言い方をちょっとさせていただいてますけれども、はい、王族墓の墓が実は王墓の一角のすぐ周囲にですね、ずっと取り巻いてたんじゃないかなということもちょっと考えられています。あ、そうですか。はい、そして今度は王墓から少し離れたところにある前方後円墳にやってきました。町の中にこれだけ巨大なそして立派な前方後円墳があるのには驚かされます。比灰塚古墳といいます。お日様を拝む塚と書きます。国指定史跡比灰塚古墳というところにやってきました。はいはい、ここの古墳もこれ前方後円前方後円墳ですね。はい、ちょうど古墳の北側真横からちょっと覗いた形なんですけど、はい、大きく2段にこう積み上げた、ね、その盛り土の様子がよくわかると思います。はいはい、ちょっと古墳の範囲にちょっと今から入っていきます。はいはい、大きさどのぐらいなんですか。はい、これまでのですね、まあ、発掘調査で、分かっているところで申し上げますと、この2段に突き上げた前方後円墳の周囲に、はい、この前方後円の形に合わせて堀が回っておりまして、はい、ちょうどこの堀跡がこのコンクリートの縁石で囲った、はい、堀の跡なんですね。はい、だからまあこの掘り含めたところがこの前方後円墳の規模になりますので、ちょうど主軸といいまして、方形台状の前方部とそこから少し高まりがある円形の後円部の外に堀が巡って、堀の外側東西でですね測りますと長さがだいたい60メーター以上ある。60メーター、はい、この福岡平野の奥部ではもう最大級の前方後円ですね。そうですか。はい、そしてその墳丘の部分が盛り土が二重に作ってあるということですね。二段になってますね。はい、今私どもがおりますのが右手が前方部、前方部ですね。左手の方が後円部ということになってます ね、 そうですね。かなり高いですね。はい、高いですね。はい、高さがやっぱり6メーター以上ですから、見かけでも 6メーター以上ありますね。はい、でそれでこの比灰塚の、まあ、東西関係なんですけども、はい、前方部はどちらを向いてる、はい、前方部はほぼ西を向いてますね。西を向いてる、はい、でそれに対して後円部が東を向いてまして、だからこの古墳のまあ主軸ですね、長い方がちょうどほぼ東西ですね。でこの比灰塚古墳というのは漢字で火を拝む塚と書きます。はい、でこれは、まあ古墳が作られた当初からの名称ではないんですが、いつの頃からか、まあ、火を拝む塚ということで比灰塚と地元では言われておりまして、はい、これはどういうことかと言いますと、まあ、年に 2回ですね、お彼岸ですね、まあ、春分それと秋分の日に
ちょうどこの古墳の後円部の東方にですね、春日市の奥は、太宰府市ですとか筑紫野市が広がっておりますけれども、ちょうど筑紫野市の方に大根地山という非常にあの姿形の美しい山がありますが、この年2回、春分の日秋分の日この部屋塚の古墳の上に、登ってみますと日の出の朝日がですね、大根地山のちょうど山頂から上がってくるというのが見えるということで、それでいつの頃からか日を拝むつかということで、この古墳の名所になっているということです。そうですか、これは何世紀頃の、そうですね、時期はちょうど6世紀の、半ば頃の古墳ですね。6世紀半ば、その頃の古墳で、ここに葬られた方ってのはどのぐらいの方なんですか？この福岡平野、特にこの平塚古墳の西側にはですね、博多湾まで注ぎます大きな川、中川がちょうど見下ろせる位置に作られておりまして、この古墳時代の歴代 の, そのこの地域の、福岡平野の有力者の墓が前方後円墳というふうに考えられますので、やっぱりこの例えばこのここの地域、この地域はまあ下城津という土地なんですけれども、下城津地域ということではなくて、福岡平野の中でも極めて有力者のお墓であるというふうにちょっと捉えていいと思います。そうですか。それはやっぱりそのお墓の規模から言って、そうですね、規模、それと、実はこの古墳には横穴式石室という、実際に亡くなられた方を埋納する、石を組んだ部屋が残っております。 あるんですか？でこの石室も実はこの地域ではもう極めて大きな石室で作りがいいですし、それと実はこの古墳は昭和の初め頃にですね、一度ちょっと洞窟にあってるんですけれども、幸いその洞窟した人はすぐ捕まってですね、その時に持ち出された資料もほとんどが今東京国立博物館の方に保管されてます。でここでその特殊された当時に確認された副葬品の品々を見ますと、極めて有品といいますか、位の高い方、身分の高い方が持つ品々がいくつも出ているということですね。その中でも代表的なのは金製の垂れ飾り、装飾があるですね、イヤリング、耳飾りですね、耳飾りがここで発見されてるんですけれども、実は国内で同じようなその飾り、装飾のついた耳飾りっていうのが20数例ぐらいしかないような非常に貴重品なんですね。でしかもそれは国産ではなくて朝鮮半島で作られたものだというふうに今言われておりましてですね、そういう資料もこの古墳からはちょっと、確認されてますので、かなり身分の高い方だなということはちょっと言えると思います。それではに入ってみます。ちょっと開けていただけるということで、石室の中に入っていきます。その石室は真っ暗ですね。今中は全く見えません。入り口には高さが 1.5 メートルぐらいの石があります。今中に入っていきます。うわー狭いな、よいしょ。立つと頭が使えるぐらいの高さに、上蓋ですね、上蓋の部分がありまして、中はそうですね、広さが、まず懐中電灯で照らしていただいて、高さがそうですね、4メートルあります。4メートル、石室の天井までがですね、でその周りに石組みがずっとこうしてありまして、広さそうですね3メーターぐらいかな。ですね、石室本体の奥行きがだいたい 3.6 メーター、3.6 メーター、で横幅が 2.6 メートル
ありますね。はい、はい、だから今腰をかがめて入ってきた横穴の部分も含めるとちょうど羽子板状にですね、空間がこれだけの空間が広がっているということですね。はい、でさらにその一番奥の、この横幅 2.6 メートルにちょうど収まるように奥の石室の壁の一番あの根元の石がですね、横幅がまあちょうど 2.6 メートルぐらいで高さが2メートルある巨大な扁平な石がちょっと1枚伏せられて、1枚岩ですね、はい、非常に本当に福岡平野の中でも極めて大きな石室ですね。石室の中はひんやりしていました。那国の前方後円墳の一つ比灰塚古墳を案内していただきました。ご案内は春日市教育委員会文化財課文化財担当係長の中村翔平さんでした。 RKB ラジオの葉山さつきです。玄界灘のただ中に浮かぶ沖ノ島、この島では航海の安全と国家の繁栄を願った祭祀が4世紀後半からおよそ500年もの間行われていました。私は神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録を応援しています。ここで古代の福岡を歩くリポート、中島理恵さんです。こんばんは。今日は意外なところにある古墳をご紹介しようと思います。はい、場所はアサヒビールの博多工場の中なんです。これはね、博多駅から南に一駅のところにある、そう、 JR 竹下駅のすぐそばなんですけれども、この工場すごい大きいんですよね。聞いたらですね、ヤフオクドームのグランド部分9個分この工場の敷地があるんです。そんなに広かったんですね。そうなんです。でここにたくさんのビールのタンクが並んで、どのぐらいあるんですかって言ったら130本ですねっておっしゃるんですが、そのタンク10本分ぐらいは横幅を取ってるかなというようなこんもりした森がありまして、はい、これが東光寺剣塚古墳という古墳なんです。東の光る寺で、ザクッと刺す剣に塚ですね、はい、で東光寺剣塚古墳っていうんですけれども、作られたのはですね西暦550年頃6世紀の中頃なんですって、はい、形は前方後円墳です。でこの東光寺剣塚古墳をアサヒビール博多工場の見学案内担当稲光菊野さんに案内してもらいました。この古墳の規模についてまずは聞きました。まあ、墳丘の大きさが長さ75メートル、後円部の直径が46メートル、で前方部の幅が59メートル、高さは前方部と後円部がほぼ同じ 5.5 メートル、で集合が30になっておりまして、全体の長さが126メートルと推定されています。かなり立派なものですね。そうなんですよ。そのままじゃあ工場の敷地内にそのままの姿で残ってされている。イメージとしては工場の敷地の一番端っこにある、JR の線路から工場を挟んで一番遠いところにこの古墳があるという位置関係なんですよね。でさすがに堀などはもう埋められてしまって土がかぶってわからないんですが、まあこんもりしたお山は立派にわかるわけなんですよね。はい、で周りを歩いてると確かに、あ、ここって丸い部分だよねっていうようなカーブを描いたように、こう散歩道がぐるって巡らしてあるんですよね。で福岡平野でも最大級と言われるぐらいの大きさなので、おお、なるほどなーなんて歩いてたんですけれども、この古墳を回っていくといわゆる前方部から後円部の継ぎ目のちょっと後円部に入ったところに石室の入り口があります。ここから中に誰でも入れるんですね。そうなんですか。入り口のところまでは。でこの石室なんですけども、今回特に特別に許可をいただきまして奥の部屋まで入れていただきました。で胸元近くまで大きな石があって、その上にこう10センチから20センチぐらいの厚さの石がずっと壁のように積み上げてあるんですね。で上が天井なんですけれども、だいたい高さが天井まで2メートルちょっとあるかなっていうイメージでした。お部屋の広さ的にはまあ6畳から8畳の部屋かなっていうぐらい、まあ、横幅が3メートルぐらいあって、はい、奥が 4,5 メートルあるかなっていうイメージなんですが、ここに岩屋と言われるいわゆるテーブル状の
台が作られてありまして、祭壇のようになって、あ、ここの下に亡くなられた方を葬ってたんだなというのがよくわかる形なんです、うん、でこの石室からはこんなものが出土したと稲光さんが教えてくれました。あの石室から、まあ、あの出てきたのが刀とか鎌とかあと勾玉が出土してます。そうなんですよ。でこれいろいろ出てきてるんですけど、さらに古墳の横に作り出しって言ってその別棟のようにあのお立ち台のような場所が作られるんですが、ここには埴輪があったそうで、この埴輪は今福岡市博物館の常設展示で朝顔型埴輪っていうのが展示されてますので、こちらもいつでも見ることができるわけなんです。意外なところにあったこの東光寺剣塚古墳なんですが、もちろんアサヒビールの工場の中にありますんで、どんな気持ちで来てほしいなと思ってるのか稲光さんに聞きました。そうですね、なかなかあの工場の中にまず古墳がある工場ってないと思うので、まあ、昔の古代を感じていただきながら、で、まあ、近いので歩いて10分ぐらいなので、そのまま工場見学も一緒にして美味しいビールを飲んでいただければ嬉しいかなと思います。なかなかないですよ、ビールが飲める古墳見学。そうですよ、結構歩きますんで汗だくになります。あ、敷地広いんですね。それだけね、だから通常のビール公園、うん、工場見学に行くところから10分ぐらいは歩きますので、いい汗かいて飲めると思います。ビール工場の見学は必ず予約が必要なんですが、この古墳の見学は事前予約はいりません。物流入り口というところの守衛さんにお願いすれば見せてもらえます、そうだったんですか。中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの番組表を開いて、古代の福岡を歩くシーズン2をクリックしてください。この番組は宗像市福津市の企画協賛、福岡県商工会連合会、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。落語家の立川昭司です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川昭司のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川昭司で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川昭司金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川昭司のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川昭司のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。ああ、毎週考えてんだよ。